はい、今日なんですけど、結構前に溝口さんの方からこう朝倉未来だったりこうブレイキングダウンを通した映画を作りたいっていう相談がありまして、2年弱ぐらいかな。はい。で、路上伝説出たのいつだっけ。路上伝説ももう多分2年前とか。そうそう、あれを読んで、あと少年院の動画あるじゃん、ミクが。僕が少年院訪問してスピーチしたやつね。そう、あれ見て、こういうのをなんだろうな、映画化できたらいいなっていうふうに、それを相談したんだよね。そうですね。映画を作るっていうのも面白いなと思ったんだけど、もしやるんだったら、もう相当規模でかくて、なんかもう、なんていうかな、その今、日本のエンタメって結構弱いって言われてるじゃないですか。そこに対してこう世界でバズるような、そういう本気の映画だったら僕はやりたいですっていうことを伝えて、伝えたんですね。じゃないとやる意味ないと思ったんで。そう言われた。なんか B 級映画みたいな感じだったら、意外にこの日本のエンタメの中でこのヤンキーとかこう、侍とか、ヤクザ系の映画って結構海外でもバズるじゃないですか。そのぐらいのなんか規模でやれて海外からこう評価されるものが作れるんだったらやりたいですってことを伝えて、だからまあそれをやるんだったらやっぱクローズの監督とかそういう人たちが集まってくれないとできないですよね。そうやる意味ないですねって言われて、いやそんな簡単に言うけど無理だなみたいな話をしたら、いやできるでしょって言われて、そこからようやくあれから2年弱の月日が経ちまして2年弱の月日が経ちまして、まあ、今日撮影しているということはそういう素晴らしい人たちが集まってくれたということです。すごいことが起きますよこれ。で今日実際に来ていただいてるんで、その監督の方、脚本の方、本当に素晴らしい人たちが集まってくださって、その人たちと今日対談していくということです。俳優のオーディションとかもこうしたいっていうことで、まあ、この動画が宣伝になればいいかなっていうか、そのこの動画で概要欄で募集しようかなっていうことで、まあ、宣伝と広告の動画になります。まあ、ここまで至ったことだったり、まあ、監督の方が思ってることとか、まあ、どういう世界観でやっていくのかとかね、そういうのを今から対談できたらいいなと思います。はい、ということで協力してくれるすごい方々がもう待っているということなんで、一緒に対談に行きたいと思います。お願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いやもう本当にミックのオーダーが重かったんで、はい、一生懸命頑張って素晴らしい人たちにお越しいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まずは脚本家の木林慎さんです。どうも、木林です。そして映画監督の三池隆さんです。三池です。プロデューサーの坂美佐子さんです。よろしくお願いします。いや本当にこうもう日本の映画業界を代表するとんでもない方たちにお越しいただきました。やばいじゃないですかどうですか、あんまりブレイキングダウンをやっててもそうだけど、あんまり褒められることないんだけど、はい、ちょっとはどうですか。いや素晴らしいです嬉しい、ありがとうございます。なんかもう期待しかないですよ ね、うん、とんでもない作品になるんだろうなってい うもう期待感がやばいです。分かるでしょ、この覇王色の覇気が出てるでしょ、この3方なんならこうブレイキングダウンとかでも戦ってくれそうなぐらいの雰囲気のあるお三方です。そうですね、僕クローズ世代なんで、本当にもう全部見てますから、漫画も映画も。本当に、はい、セリフとか覚えてましたもん僕。マジで。三上兄弟とかさ、もう僕たちふざけ合ってやってたんで。ミクル君からクローズの動画とかよく送ってもらうんですよ。こういうシーンあったらいいですよねとか、こういうのおもろいですよねとかっていうこととか、はい、で見せましたよね、はい、無断転載されてる 1.1 億再生されてる1.1 億再生されてるんですよね。なんか海外からもすごい受けててね。そう、そういう作品すごいなと思って。どうせ映画作るんだったらちゃんと海外でも見られる作品にしてくださいとかっていうことも言われて、うん、言うのは簡単なんですけど、ね、うん、やるの大変ですから。でも本当に世界で実績になられる方で、三池さんなんかは日本ではこう世界の三池って言われてるんで、いやいや
シンさんなんか先ほども紹介しましたけれども、もう本当にこうとんでもない数のヒット作品を、しか もうそれぞれペンネーム変えて何度も当ててるっていう、ペンネームを変えてる理由は自分の名前が変に売れてしまうと作品がそのこうバイアスがかかっちゃって無駄なこう形で広がっちゃうかもしれないから、もう全部実力で勝負したいっていう、かっこよすぎる、かっこよすぎるってそれで何度も当ててるって。佐賀さんはもうポケモンとか、はい、うん、生息は OLM と妖怪ウォッチとか、妖怪ウォッチとか、すごいな。フォーガももうどれぐらい今日まで作ってこられたんですかね。三池崇史の作品としては30本近くは、うん、知らないかもしれないですけど、若い時にプロデューサーデビューして、デビュー作が丹波哲郎の大霊界っていう、あった日本三大珍品映画のうちの一つです。文芸作品ですよ。もうじゃあ ぶっ飛びますよ。若い方は知らない。でも僕は名前聞いたことあります。見てないですけど。ぶっ飛びますよ。こんな映画があったんだ。今回のこの映画制作はその溝口さんの発案だったと思うんですけど、こんなすごい方がなんでこうこのプロジェクトに参加してくれたのかっていうのを聞きたいですけど。僕はだから溝口君とそういうね、相談ないことを受けてて、もうずっと昔からお世話になってます、まあ、講師ともにで正直ちょっとどういうイメージでやるのかって分かんなくて、まあ打ち合わせはとりあえずしてみようと。そういう中でまだちょっとイメージできてなかったんですよ、その時。だけど少年院のね、浅香さんのスピーチを見て、うん、あ、これいけるなと思ったんですよね、うん、なんか僕も感動したし、あの時いた少年たちも多分心グラグラ来てたと思うんですよ。で、そういうグラグラをなんかストーリーに乗っければちょっとした感動が呼べるのかなって。やっぱり映画とかって感動が必要、うん、もちろんアクションとかそういうバイオレンスとかっていう見せ方もあるんだけども、友達だったり夢だったり友情みたいなものから、その勝利に向かう熱さみたいなものがね、これいけるなと思って、それでパッとその瞬間ほぼイメージができたって感じですかね。でもうやろうと言いました。すごいですね。新崎さんも一緒のこと言ってましたもんね。いや、そう、少年院のスピーチ、あの少年院のスピーチで、うん、シンさんと、うん、あとは他にもこう関わってくれてる人たちと一緒に見て、みんなでなんかこう涙流してたみたいな。これはちょっとグッときてね。グッときましたね。三池さんはじゃあ参加してくれた。今この時代この二人から誘われて断るバカいないでしょって感じですけど。っていうのはなんかまあビビりながらもですけど、でもやっぱり僕らも随分撮ってきて。映画のことはいろいろ自分たちなりには学んできたんだけど、その分錆びついてきてるっていうか、赤もついてきてるっていう、うん、だから今ここでリセットしてもう一回ピュアな気持ちでっていう、やっぱりその題材というか物語も非常にピュアなところが大事にされてるし、次の世代若いやつらが自分の人生肯定して楽しんで生きていくっていう、なんかその光が見えれば逆に言うと映画の世界にも、あ、なんか映画撮ってみようかなみたいなね、そういう人たちも現れるかなっていう、そういう自分にとってはなんかこれまでのことは一旦ここまででリセットするっていう機会をもらえたっていう感覚ですよね。あとだからそれ出来上がったものつまんなかったらえらい目に遭わされるんじゃないかと確かに期待感もやばいですもんね。絶対面白いっていうか、すごい作品になるんだろうなっていう予感はしてるんで、ちょっとプレッシャーを与えてしまってるかもしれないですね。与えれば与えるほどバネに頑張ってくれる人たちだ。俺たちはガンガン与える方僕のこの多分 YouTube メインチャンネルで放送されてると思いますけど、男性 90% で僕のこう年代が一番多いんで、やっぱクローズとか見てる人めっちゃ多いと思うんで、うん、もうこれは多分期待大というか、うん、はい。いやでも本当に何だろう、朝倉未来がこう発案したこうブレイキングダウンのイノベーションというのは、ある日突然試合をするんじゃなくて、それに至るまでのストーリーを共有していったり、あとは本当に視聴者の声を聞いて視聴者の声を反映させていって、こうそれを興行に生かしていくというやり方をしてきたと思うんだけども、それをこう映画業界に置き換えられるんじゃないかなということで、もうみんなで
議論しながら、これ面白いね、楽しいねっていう言いながら、こうコミュニケーションしながら今日もできてて、うん、そういう意味ではあの坂さんなんかも、もう本当に今日まですごい尽力してくださってて、いや、やっぱりブレイキングダウンと同じように映画の世界からこう今までに見たことのない人がスターになるとか、あ、逆にね、それもいいですよね、確かに。そういうことができたらすごいことだなっていうふうに思って、うん、なんか起きるんじゃないかなっていう期待感がすごくあります。確かになんか新しいこう日本の俳優さんのスターとかってなんかのやっぱ映画とかから、ね、うん、いきなり出てくるわけなんで、そういった意味ではこのブレイキングダウンと同じコンセプトでやってもいいかもしれないですね、うんうん、俳優さんの一本応募もしますし、まあ、オーディションが1月の後半あたりに行われるんです、うん、ですけど、まあ、その辺の様子も見せていきたいし、うん、ここで一般応募の中でね、こう夢をつかんで主演になる人もいるかもしれないし、うんうん、そこも含めてこう視聴者の方と一緒に作っていきたいなっていう気持ちはあります、うん、はい。当時まだ無名だったけれども、クローズきっかけで飛躍した俳優さんってたくさん多いと思うんですけど、うん、こう代表的な人って名前浮かぶ人いますか？意外なところでは、あの金子くん、あっくん、はいはい、あライズのドラマーだった、はいはい、ずっと子役でやってたんだけど、ミュージシャンになって役者復帰したりとか、あとはまあ綾野剛ですよね、うん、それとか綾野剛さんか、高専だったんですか、うん、ああいう人たちいっぱい、すごい名前ですね。で、映画初登場した一ノ瀬渡るっていう、あ、サンクチャリの、うん、主演の、その時はただの映画ファン、あの高専のファンで、どうしても高専での役で一言なんか出たいんですっていうふうに、それだけで来て、沖縄から来て、うん、でやって面白かったんです。それから役者やるようになって、ついにはネットフリックスで主役を務めて、うん、世界配信してヒットしてるっていう、うん、そこまで行ったんで、すごいやつだなっていう、そういういろんなやっぱり集団劇なんでね、いろんなやつがそれぞれいろんなチャンスをつかんだり、でもまあその夢をつかみきれなかったりとかっていろんなこう物語はありますよね。山田孝之さんとか、うん、その前は電車男とか、そうそうそう、引きこもり系のそこから一気に印象を変えましたよね。そう、それでやっぱ小栗君とかも、小栗旬さんとかも、ああいう人を殴る役っていうのはそもそも初めて、うん、しばらくなんかあの不良系の映画がなかったんですよね、あの頃、うん、でどっちかっていうとトレンディドラマがバブルの頃あって、その流れでなんかいい男でソフトで柔らかいっていう、そういうのが彼らの仕事だったんだけど、うん、あの彼らもやっぱそういうのを本当はやりたいわけですよね、まあ、役者っていう生き方そのものもアウトローといえばアウトローじゃないですか。で、そういう道をあえて選んだのに、みんなに共感してもらえるようないい子の役を演じなきゃいけないっていう、その矛盾してるんですよね、生き方と役が。それがクローズの世界の登場人物を演じるってことで、スポンって本来の自分、スパッとこうやりたかった世界と一致するんで、めきめき立ち回りなんか全然できなかったんですよ、二人とも。山田君、立石が一回練習してさってやった時に、このキャスト変えた方がいいですよっていうぐらいできなかった、ね、基本 ねそれ冗談だよねみたいな絵に描いたような猫パンチみたいな、それがもう撮影始まるまでにガッチガチにやってきて、で撮るたんびに上手くなっていくし、うん、彼らにとってはそこがリングなんでね、本番中っていうのは、うん、で相手の芝居を見ながら負けないように超えて戦っていくっていう、いい意味で高め合った現場になって、うん、終わる時にはもう本当にバリバリ動けるようになってたんで、うん、そういうことがこの現場でもたくさん起きて、それをお客さんにも目撃してってもらえるっていう、うん、そういうあのドキュメンタリーでもあるような映画っていうふうになると、うんうん、いいかなって思ってます。ちなみにブレイキングダウンはあの社会に喧嘩を助長してるっていうふうにたまにお叱りを受けるんですけども、あのクローズはどうだったんですか？いやいや相当影響を受けちゃって、いや土壌の伝説にもなっちゃってますから、っていうかね、あの要はクローズはもう漫画が絶大な、うん、やっぱり人気があったので、逆に言うといつも我々に対するプレッシャーっていうのは、
あの原作をこんな風に仕上がってとか、なんか原作ファンを裏切らないようにっていうような、ところと逆に言うと戦わなきゃいけないところはあります、ね、なんか新しいこともやるんですよね今回ペーパービューとか、うん、全国の映画館で放送されましたっけ。全国の映画館でも放送したいなというふうに思ってるし、はい、あのその前にもあの映画館で流れるものとは少し違ったあの内容のコンテンツを、はい、ペーパービューで事前に流して皆さんに知ってもらったりとか、なんか本当にブレイキングダウンがあのいろんなことで取り組んできたものをなんか本当に実際に映画業界で実践していきたいなというふうに思ったりしてますね。そういう全体 の, そのマーケットとか戦略とか、あとはもちろん脚本にもあの朝倉未来君はエグゼクティブプロデューサーとしてあのもういろいろ関わってくれて手伝ってくれてて、で新さんは日和新さんの脚本をあの作ってくれてるわけですけど、もう読んでもう号泣したんですよ。だからちょっとなんか新さんのこの映画のなんかあらすじというかストーリーを少し共有していただくことできないですか。簡単にですけど、あの、まあ、少年院最初冒頭舞台で、そこで2人の少年がちょっと出会って、まあ、ちょっとした因縁もあるんですよねこの2人。それがこの2人が朝倉さんのスピーチを聞くっていうね、うん、ところが、まあ、冒頭の一つのエピソードになっていて、そこが発想の原点なんで、まあ、そこを聞いたその少年たちが何を、考えたのかというところなんですよね。で、あの夢を探してる2人で、そのうちの1人、まさにあの朝倉に対して矢倉って名前にしたんですけど、夜の倉、ちょっとね、そこはもう昔の彼みたいな、僕の勝手なイメージですけど、それで、その少年がもう一度その朝倉未来と、話がしたい、なんとか話す方法ないかな、その友達と話したら、じゃあブレイキングダウンに出ればいいんじゃない、そしたらあの話してくれるんじゃないのって話になって、よしじゃあ出ようと。で少年院の中でトレーニングを始めて、目的を見つけて走り出す物語なんですね。でもただ、うん、少年院に入るだけのこといろいろやってきてるわけで、出たら出たで、まあ、いろんな障害がある、まあ、不良が寄ってきたり、まあ、カリスマ的なあの不良だったってこともあって、いろんなやつが寄ってきて、まあ、喧嘩やったり、そういうところを越えながらも格闘の世界に入っていき、で、あの因縁を持ってそのブレイキングダウンに出場するというところまでの物語です。もうここにいる人たちはもう当然見てるんですけども、あの新さんの脚本を見て、あの三池さんも佐賀さんの心も動いたのがあるので、本当に これは期待してもらってもいいかなっていうふうに、うん、こう思ってますですね。いいもの書いたと僕は思ってます、ね。でも元々本当にこうブレイキングダウンのこう僕がお手伝いするきっかけになったのは、もう本当にミクル君があの持たざるものだったりとか、過去に過ちを犯したものだったりとか、あとはなんで生きてるかわからないけど、こう一かけらの希望を探して生きてる人たちとか、まあ、そういう人たちに向けて勇気とか希望を与えたいとか、まあ、そういう思いがすごくあって、それをこう拳にとか喧嘩に自信のある人はブレイキングダウンに出てくれればいいけれども、必ずしもそういう人たちばっかりじゃないんで、別のブレイキングダウンとは違ったコンテンツで、あの一歩を踏み出す勇気とか人生を後悔しないように、そういうようなメッセージを込めた映画にしたいねっていうことは我々の中でも話してて、でそれはこう皆さんに話してて、それをこうまさにこう形にしてくださったのがあの新さんの脚本になってて、だから僕はもうこれあとはもう三池さん次第で、三池さんさえしっかりやってくれたらもう、いやいやそんなプレッシャーそんなかけなくても、いやプレッシャーかけなくてもやりますから、やります、信じてます僕って出ないですよね。いやいや、スピーチのシーン僕ですか。そう、あ僕出るんですか。出てもらわないといけない映画に。マジか、うん、お願いしますよ。そこはもう普通にナチュラルに本人の役で、ね、あナチュラルにね、これあの僕が個別に言ったら絶対嫌ですって言われる。いや僕映画の話だけ全部断ってたぐらいその演技が下手なんで、まあでもナチュラルだったらいけるかもしれないですね、本当に言った言葉なんで、うん、そのまま、はい、あの芝居っていうより、その要はこう彼らから見て、幻を見たような存在だから、何か光を見たような存在なんで、映画にとってもそういうなんかリアルなお芝居っていうよりは存在感をグッとこうそこに刻んでもらうっていう、うん、そういう
まあ逆に言うと難しいかもしれないですけど、まあそこは水岡さんやったらいいじゃないですか。いやいや、おかしいですよ。一気映画が茶番になっちゃう。ここで言わないと、もう僕にはすぐノーって言ってくるんですよ。あ、本当ですか。お二人とかみたいに、こう、こわもての人が言ってくるんですよ。いやいや、こわもてじゃないけど、でも今、俺的には、OK もらったっていう感じですね。そうですね。YouTube でも流れますから。出てもらわないと。よろしくお願いします。そこだけは。ブレイキングダウンの選手とかも出るかもしれないってことですよね。確かに。あ、それはもう、あるじゃないですか。そうです。コメオが主演っていうのもあり得る。いや、それはないけど、コメオだって子役だったんですよね、昔。そう、なんかコメオ子役だったのよ。でもそれ後で聞いたんだけど。びっくりしました。そうそうそう。あ、なんか漫画の話も来てるんですよね。そう。あ、実はね、来てるんですよ。某雑誌の編集長に、しかもでかい雑誌ですよね。まあそうなんだけど、ちょっと読んでもらったら、いやこれ絶対漫画にしたいって。おお、すげえ。編集長決裁 OK 出てるんで、あとは時期さえ決めてくれれば漫画家僕探して、編集部から預かった漫画家でやれると思います。すごいな。そこらも見受けた次第になります、ね。まあ、だとりあえず、まあ、とりあえず漫画でやってみるってのはどうですかね。いやでも時期さえ、ね、決めてもらえれば、まあ、漫画って意外とすぐできないから、やっぱりある程度時間必要なんですけど。はい、で、まあ、このプロジェクトのプロジェクト用の YouTube チャンネルも開設するので、まあ、こう撮影が始まったらなんかいろんなシーンが細かく見れたりとか、多分そういう放送していくので、概要欄に貼っておくので、皆さんぜひチャンネル登録しておいてもらったらなと思います、うん。はい、ということでね、皆さんこれまで見ていただいて分かると思うんですけど、本当にすごいプロジェクトというかすごい作品が生まれそうなんで、まあ、ぜひね、ちょっと期待していてもらえたらなと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。